2014年9月19日、ソフトバンク、表参道店で iPhone 6を一番乗りでゲットした日本人男性のコメントが、中国人ユーザーの間で話題になっている。日本の各メディアは、iPhone 6を求める人々の長い行列を紹介。列の先頭に並んだ男性は、いかつい体に、モヒカン狩りのヘアスタイル、サングラスに、顎ひげ、両腕にはタトゥーといった姿だった。この男性がゲットした iPhone 6を手に、実家にいるばあちゃんに電話したいと、テレビカメラの前で語ったことから、これを伝えた中国版ツイッターウェイボーには、2500件を超えるコメントが寄せられている。実は、iPhone の発売前の行列に毎回並ぶことで有名なバッチさんです。世界的ですもんね、乗るしかない、このビッグウェーブにという発言が有名で、ビッグウェーブさんとも呼ばれています。たびたびテレビにもインタビューされています。今回も、Apple Store銀座店に並んでいるところをインタビューされています。バッチさんは、発売2週間前の9月6日から並び始めたそうです。今回の販売では、外国の方が転売目的で多く並んだことや、中国人団体による列の割り込みがあって警察沙汰にもなったそうです。